白かったです。矢印さて、時刻は3時24分を回りました。もうあっという間ですね。30分じゃない、半分ぐらい過ぎてしまったんですけれども、はい、ちょっとね、ツイキャストユーストリームが一瞬途切れてしまいまして、すいません。ツイキャストユーストリームでご覧いただいていた皆さん、失礼いたしました。失礼しました。こんなことがね、ないように、なんと FM ギノワンは、リスラジオね、はい、そう、配信して。配信しておるんです。そうそう、リスラジ、リッスンラジオという、ね、無料の全国で、FM ラジオが聴ける、アプリ、インターネットアプリ、はい、はい、そうなんですけど、うん、ぜひね、皆さん、無料なので、ダウンロードして、FM 機能は聴いていただきたいなと思います。お願いします。聞いちゃった。そしたらね、この、CM も、音楽も、すべて、この放送波と同じようなものが、聞けますので、はい、そう、ぜひぜひね、仕事の BGM とか、ドライブの BGM とか、いろいろ聞いていただきたいなと思います。はい。では、もう一つちょっとお知らせがあるので、はい、お知らせさせていただいていいですか？はい、お願いします。ですね、世界のうちなんちゅ大会が、ここ始まるんですけど、はい。世界のうちなんちゅ大会の中のプログラム、沖縄県文化協会主催、はい、シマクトゥバ・カタヤビラ世界大会が10月28日金曜日14時から16時、パレット市民劇場9階で開催されます。はい、あ、違う、パレット市民劇場、パレットくもじの9階で開催されます。世界中から集まったうちなんちゅがシマクトゥバで沖縄への思いを語ります。第1部、シマクトゥバでのスピーチ、アメリカ、ブラジル、ボリビアなど5、6カ国から10人ほど出場されるということです。はい。そして第2部は、シマクトゥバ、創作郷土劇場、はい、カフムイ・ウンヌキ・サビラ、ハワイ編。はい、どういう意味か分かります？そうですね、一応なんとなく分からないですね。なんとなく分からない。全然分かってないし。入場は無料。日本語、英語の字幕付きです。字幕トゥーバー手ぬぐいのプレゼントもなんとね、ついてるそうですよ。入場無料なのに、行ったら字幕トゥーバー手ぬぐいがもらえるそうですよ。皆さんお誘い合わせの上。字幕トゥーバー手ぬぐいって、なんか、なんていうんですか、なんですか、手ぬぐいがもらえるってことですか？そうそうそう。なんか最近手ぬぐいって結構おしゃれなのあるの分かります？手ぬぐいってハンカチ的なやつです。まあそうですね。タオル地みたいな。そうそうそう。ありますよね。うん。あ、なんか、てんてん。オープニング曲が流れてきてしまいました。全然失礼しました。しゃない。そう、ということで、10月28日ですね、午後2時から午後4時までパレット市民劇場でシマクトゥバ片やびら世界大会が行われますので、ぜひぜひお越しください。はい、お願いします。ということでございます。はいはい。まあ告知ついでにお二人からのなんかお知らせとか。ああ、もう一旦いいですか？はい、行っちゃいましょうか。はい、ありがとうございます。じゃあ、今月、まず今日からですね。はい。うるせえな。今日の夜7時からね、はい、吉本沖縄花月見て、はい、うちなライブっていうね、若手ネタのランキングバトルがあります。はい。で、こちらがチケット1000円となってます。前売りがね、前売り先を1200円、うん。当日ね、チケットカウンターで買っちゃうと1200円になると思うんですけど、はい、僕らチケットあまり持ってますのでね、はい。はい、こちら僕らに連絡いただければ、チケット、はい、ね、買うことできますので、うん、よろしくお願いします。お願いします。そして10月の29日、はい、土曜日、うん、と10月30日の日曜日2日間かけてね、うん、はい、吉本沖縄のね、秋の単独祭りというものがあります。はい、そうでした。で、それでね、うん、僕らも単独ライブをやらして、初の単独ライブをやらせていただける初の単独ライブですよ。よりなりました。うん、パチパチ、ありがとうございます。はい、わしょい、うん、わしょい、あ、やめて、あ、やめて、わしょい、やめて。これ僕らの先輩芸人がいるんですよ。わっしょいって。まあ、ダメ。はい、ダメです。二人いますからね。よいしょ、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 はい、よいしょ。ね、もう前売り1000円、当日1200円となってます。はい。で、僕らの時間は16時から17時ですね、土曜日の。あ、本当？はい、になってますので、ぜひ、うん、ね、皆さん足を運んでください。お願いします。お願いします。はい。うん。以上。以上。ありがとうございます。はい。もう一個ですか？どうぞ。ですね、11月の4日金曜日ですね。あ、そうね、忘れてた。うん。11月4日金曜日にですね、ユニットライブ、マンチャーマンチャーっていうのがですね、うん、
20時、8時からですね、ありますので、こちらもですね、前売りが800円、当日が1000円となってます。はい。で、僕たち前売り。前売り800円、はい、そうなんですよ。なんか値下がりしてないですよ。値下がりしてない。なんか、こちらのチケットもね、みたいな、さっきと一緒みたいな感じ出してましたよね。うんうんうん。しゃべり口は。だけど800円なんですよ。はい、そう。そう。もう流そうと思ったんですけど、うん、やっぱ気になるかと思って。そう気になりますよ。流しな。これはさっきのよりはちょっと安くて、そう。当日で1000円で前売りで800円ですね。うん、はいはいはい、うん。となってますので、先ほどみたいな、はい、僕たちに連絡をくれれば、うん、前売り券、用意してます、用意っていうか、前売り券ありますので、ね、連絡お願いします。お願いします。はい、というわけでーす。はい、ありがとうございます。いいなんかお二人はこのスケジュール管理二人の、はい、どっちがやってるとかあります？うん、スケジュール管理管理っていうかこの全部把握してるみたいな。高井ちゃんは基本的にメールでまず連絡来て、はいはいはい、で僕の相方の翔平くんがこれを全部手帳に書き記してるんですよ。うん、ああそうなんだ、俺は一切こんなのやらないんで、いつも明日俺たち何だったって聞いてます。うん、あじゃあ翔ちゃんの方がまあ管理してる覚えてる。してるしてますね。うん、そうなんだ。まず、あ、でもなんかお前あれだよな、頭の中に入ってるような。だからいつも言うのはこうちゃんだから、こうちゃんがなんかこの。スマホのなんかねカレンダーとかにめっちゃ印入れてんのかなとか、うん、全くしてないです。そうそうそう、はい、入るんですよ頭に。そうそう、はい、ちょっと天才肌っぽいかね。あすいません、なんか言いたくないですけど SD カードでも入ってんのか。あっ、いてててて、あすいません。今のはちょっと僕悪かったですね。よりよ。なるほどね。ということで11月もお二人の、10月も11月もお二人のいろいろ出番がね、はい、たくさんあるそうなので、はい、そうです。ありがたいことに、はい、この後なんか今から何やるかとかあります？曲流そうとしてました？なんか曲流そうかなと思ってた。あ、本当ですか？なんかあります？いや、いいですよ、曲流しても。なんで、なんですか？いや、ただ、これね、僕ら行ってきたんですよ。何？この前ね、リスナープレゼントのモビーディックのあーあーウエストマリンさんで、うんうんうん、はい、行ってきたんで、うん、その話しようかなと思ったんですけど。あー、ちょっとしよう、しましょうか。ちょっとしましょうか。簡潔にまとめますと、はい、僕と翔平で、うん、相方の男2人で、うん、であと1人作家さんの方がいてね、はいはいはい、先輩の3人交えてね、3人で行ったんですけど、うん、作家さんも男性、うん、男性です。男性男3名、うんうん、めちゃくちゃき楽しかったですね。うん、中もめちゃくちゃ綺麗なんですよ、内装。そうそうそう。で、うん、この中でご飯とか食べてる時にコース料理、うん、来てる時に中でこの歌歌ってくれる方がいるんですよ。そうそうそう。でこれもう全部がマッチして、うん、これディナークルーズだったんですけど、うん、船で回りながら、うん、この那覇のこの光見れるんですよね。まばゆいね、まばゆいね、海からまた見るっていうのって全然違くて、うん、そうですね、うん、このでも反対側見たらちょっと暗いけど、そう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 、遠く見たら光がバーってあるみたいな。思ったより那覇ってちょっと都会だなって思いました。うん、そうそう。あ、なんか夜見るとやっぱりちょっと都会感ありますよ。少しだけだ、うん、まあまあまあ全然、うん、大阪、ね、東京と比べたらそりゃ、まあまあまあ見劣りするかもしれないけど、沖縄ってでもまあまあ都会やんね。そう、いや私も都会だと思いますよ。ちょっと都会ですよね。はい、都会です、都会ですよ、うんうん、沖縄。なんかね拳を構えましたけど、うんうん、でなんかもう本当に、うんうん、でも意外と早かったよね。まあまあでも、うん、なんか時間的には1時間半以上あったとは思うんですけど、うん、じゃあ案外楽しく過ごせたんで、うん、案外って言い方悪いですけど楽しく過ごせたんで、はいはい、めちゃめちゃ早く感じましたね。確かにもっと長くてもいいなというか。お食事はどんな感じですか？めちゃくちゃこのね盛り付けも綺麗、目で見て楽しい、味も楽しい、で、味も美味しいし、で、このスープドリンク、スープバー、スープバーじゃなくてドリンクバー、あーまあまあついてます。で、あとコーヒー紅茶も、このドリンクバーみたいな感じで、あとサラダとか、そういったものも、なんていうんですかね、バイキング形式みたいで取れる。そうなんだ。で、それ以外の料理がメイン料理とかがコースで来るっていう感じになってます。あ、いいですね。デザートもついて、デザートもついてて、はい、わー、いいなー。で、多分今からね、クリスマスシーズンとかになってきたら、もうめちゃくちゃ人も増えてくると思う。確かにね。でも、あれで、値段だとめちゃくちゃ安いなと思う。そっか、いいな。普通に、大きいやつですよね、船もね。大きいし、綺麗、で、出れるんですよ、外に。そう、料理食べてる、2階からね、途中で2階か3階に上がれたりもできて、とか1階行ったりね。めちゃくちゃ気持ちよかったですね。これなんかアルコールとかも、多分別料金になるんじゃないかなと思うんですけど、飲めたりするんですか？もちろん、もちろんよ。いいな。飲みました？飲んでない。
絶対飲みたくなりそう。めちゃくちゃ飲みたくなったんですけど。飲みたかったね、うん、まあ、ちょっとまあまあその仕事のあれもあったんで、はい、飲めなかったですね僕らは。いいなー、ちょっと行きたくなってきた。はい、これちょっと行った方がいいっすよ本当に、多分女性同士とかの友達も全然男性同士でもいいと思うんですけど、まあまあまあ男性同士は男性同士なんか面白そうですね、ちょっと、ね、一応でもちょっとだけ一応寂しい気持ちにはなりましたね、やっぱ周りはね、多分そのカップルとか、あ、そうなんだ、まあ、女の人だけとかね、うん、そうですよね、それね、家族連れもいたしね、そうね、楽しそう、うん、あれもできるんでね、バースデーとかそういう記念日とかにもめちゃくちゃいいと思いますね、うん、あ、うん、そういう感じもできるんですか、できるできると思います、うん、そうなんだそうなんだ、だからもしあれがあれば、うん、よろしくお願いします、お願いします、外からお写真を、ありがとうございます、ありがとうございます。どちらから、沖縄の方ですか、あ、じゃない、どちらからいらっしゃる、関西、関西から、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、わざわざ、全然全然聞こえないです、大阪、大阪じゃない、兵庫県、あ、兵庫、あ、兵庫から来てくれたんですね、あ、ダメだ、どうですか沖縄は、楽しいですか、あ、よかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、日焼けしないように気をつけてくださいね、はい、いやいや、やっぱ沖縄ね、その関西の方がね、多いんですよね、沖縄なんか、多い多い、なんででしょうね、なんか親近感が湧くんですかね、いや、どんなですかね、でも、なんか沖縄の人って大丈夫、沖縄の人ってちょっとなんか、とろいというか、なんかゆっくりの、なんで、うちのタイムのイメージがちょっとふんわりね、してますね、関西の人ってちょっとせっかちな人が多いから、そう思います、あまり合わないのかなって思うんですけどね、ねえ、なんかね、うん、いやでも、やっぱこの、だから時々、このゆったりした雰囲気に、なんか、うん、慣れる気分が、なるほどね、慣れたくなるんですよね、でも、うん、あ、すみません、曲いきます、うん、なんで、いや、でもぐらいっていいですよ、あの、僕ら、うん、このお化け屋敷とかやってるんですけど、吉本沖縄芸人ってね、うん、このお化け屋敷、これエレベーターで6階に上がるんですけど、うん、エレベーターの前で1回説明があるんですよ、うん、このお化け屋敷は高校だからこれを何個集めてここを復活させてくださいみたいな、はい、そのためにはおまじないの言葉がありますのでみたいな説明が約まあ5分ぐらいあるんですけど、うん、まあその説明をですね、の時に皆さんどこから来ましたとか、そういうなんていうんですか、アイドリングトークっていうんですかね、まあまあまあ、まあ、温めるための、うん、アイドリングトークっていうんですか、こういうの、ごめんなさい、ちょっとアイスブレイク、まあ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 、ちょっとね、まあ、温めるっていう言い方はちょっとかっこよく言っていただきたい、ね、アイドリングトークアイドリングトーク使いますね、アイドリングトークでね、もう場を温めると言いますか、でもこれ関西の人とかにやると、大阪の人とか、まあ人にもよると思うんですけど、マダミっていう感じ、早く入れてみて、もういいから早く入れてみたいな、もう待ってるからみたいな、あんなに急ぐ、逆にこの説明聞かないで入ったら、お前らどんなしてここから出ればと思うんですどうにかなると思ってるのかな、いや、ただのお化け屋敷じゃないんだよってこと、ミッションがあるんだよってことですね、ミッションをクリアしないとダメですから、そんなお化け屋敷によろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、ハピナハの、はい、ありがとうございます、オレンジ色のアロハシャツを着たおじさんかな、はい、お兄さんかな、はい、ありがとうございます、手振ってくれましたね、もう完全に酔ってますよね、あれはね酔ってます、あ、それ酔ってる感じありがとうございます、はい、ということで、じゃあここでいっぱいいますね、皆さん多分兵庫の方ですかね、兵庫か兵庫、間違えました、お揃いのカーキのあのズボン履いてますけどお揃いかな、お揃いじゃないですか違う違うって、違う違う、首横に振ってる、本当仲良しだなと思ってなんかさ、ゆっくりなペースとさ、はい、せっかちな人がさ、揃ったらさ、それだけでなんか死に急いでますよ、今のめっちゃ物分けしてましたそれだけでなんかボケとツッコミ成立しそうじゃん、あー、なんかそういう感じのちょっとあります、あるかもな、そういうフライチとか、そういうのあるかもしれないですね、もしかしたら、そうそうそう、ありがとうございます、うん、では、はい、ここで曲をね、うん、曲をお届けしたいと思いますよ、はい、先ほどチロチロって言ったんですけど、今日なんか流星群、はいはい、があるということで、はい、見れるか見れないかわからないんですけど、心はちょっと、うん、そのすっきりとしたなんかロマンチックな気分になっていただきたいなと思いまして、はい、バンプオブチキンのプラネタリウムをお聞きいただきたいと思います。次やってくださいよ、曲開けで死にこっちなんか電気通ってるけど、え、そうこれでだからブルルって、あ、いや、どうもどうもどうも、あー、お疲れ様です、こんにちは
嘘でしょ、なんでここで飲むのこの人たち。何もならない。俺か。静電気、なんかあれなんですか、ずっと見てる。めちゃくちゃ怖いんですけど、何なんですかね。あ、いた。ずっとさっきこっちビリビリってやって。いやいやいや、だってこれゴムじゃないですか。これ知ってたらこのくらいですか。おー、これじゃないですか、マイク。マイク触りながらやったらビリビリって関係ないですか。何しに来たのこの人たち。マイクかけてるやつ。うん、そっち開けよう。怖い、怖いんだ。いいじゃん。はい、北海道から来ました。あ、そうですね。何の集まりなんですか。皆さん兵庫県じゃないですか。ただ飲み会です。恋の形。岐阜県ですか。そうそう、へぇ。アニメの聖地らしいよ、岐阜は。うん。そうですよね。うん。温度と30度。帰れないですね。うん、私たちちょっともう暑くて、そろそろ沖縄行かな。うん。きびだんご。きびだんご。阪神大震災です。あ、このスタグラムとかに載せていいですか。あ、です、です、です。地元の芸人さんなんです。あ、はい、はい、お願いします。お願いします。どこの人間。沖縄ですよ、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 吉本沖縄の、吉本沖縄の、はい。今これ、ライブに流れてるの。そうですね、生放送ですね。今、音楽が流れてるので。なるほどね。多少撮りましょうか。はい、いいんですか、これ私も映っていいんですか。はい、映りましょう、映りましょう。入ってみましょうか。はい、行きまーす。俺、撮れと。撮ります。おはようございます。おはようございます。いいです。撮れって言うわ。ちょっと待って、これは、はい。おはようございます。FM キノワンです。はい。よろしくお願いします。あ、ちょっとキノワンで入って。これちょっと遠すぎる、これ。これちょっと別で。その旗取っといてもらえたら。あと鹿児島のやつ。乗りました。一回取りやすい。なんかリクエスト書いて。リクエストはね、リクエストで AKB。AKB、あれ。僕はあの、反町さんのなんか変な歌。あー、聞くせよ。反町さんの変な歌。お反町さん。お反町様。まあいいや。まあいいや。まあいいや。だけやめよう。おそ松はちょっとないみたいですね。すいません。駅はなんかあるかもしれないです。駅である、あるかも。なんか、あれですか、 NHK の、はい、あ、これね、これね、朝ドラね。うん、なんだっけ、ね、NHK の朝ドラって。ちょっと待ってね。頑張れ私、頑張れ今日も行ってきます。ハッピーハッピーハッピーデイ。これでいいです。ちょっと探してみますね。ちょっと探してみましょうね。365日の紙飛行券って言ってました。うん、AKB の。AKB 好きなんだ、しかも。よし、じゃあサウザンブリーズ俺がやっていいっすか。そっか、 CM 利用かと思いました。いいっすよ。ていうかでも曲流したら、あ、じゃあ CM 入れていいですか。はい、CM の後サウザンブリーズみたいなの入ってるんですけど、もう一回入れてください。あ、入ってるやつ終わった後に、では一回ぐらい私を探してみますね。なんか会社のあれとかじゃないですか。
てないんだけどね。あんな感じになったらいいですね、うん、めちゃくちゃ楽しそう。Sounds a boy, sounds a boy, sounds a sounds a sounds a boy, bri bri bri。 はい、ありがとうございます。翔平バージョンのね、sounds a boy, sounds a boy。 やっていましたけど、うまい。うまいっすよね。普通にうまい。変な特技を身につけてしまった。いやいやいや、今ね、すごいおじさん、にぎやかな、というか、おじさんって言っていいの、お兄さん、おじさま、おじさまたちにね、そうそうそう、いろいろお話をお伺いしたんですけど、なんかわかんないけど、LINE 仲間がね、本当だあれ、だから LINE 仲間で沖縄でオフ会してるんだみたいなね。絶対嘘。めちゃくちゃ楽しそうにね、本当に気をつけてくださいね。はい、飲みすぎないでね。本当ですよ、本当に。はい、暑いんですけれどもね、あ、みんなオリオンビール片手にね、そうそうそう、海泳げないのがちょっと残念なんですけどね。はい、まあ雰囲気だけでも楽しんでいただけたらありがたいなと思いますよ。はい、ということでね、そう、わかる、超飲みたい、オリオンビールを片手に。あ、しかもなんかね、サンセット、岐阜県の人がいたって言ってましたね。そうそうそう、あの皆さんなんか岐阜とか岡山とか愛知県、愛知、愛知県、どうしてそうだった？あれ、あの、ちょっと、あれが出てしまいました。バイリンガルな感じがね。バイリンガル。バイリンガル。そう。愛知県の方とかね。愛知県、あとね、北海道とかいろいろなところから。北海道なんてもう気温20度差？今もう雪降ってるので、北海道は。今来た20度、30度差ですよ。うわぁ。クリスさん。曲はいけそうそうそう、曲ね。今回どうします？一応メールも来てるんですよ。あ、メールちょっと、その間に準備しとくので、メール読んでもらってもいいですか？先に言っときますね、じゃあ。はい。はい、それでは行きます。来たー。はい。たーまちゅ、まるだいはぶ、かっこ、たぶん鎖掛けのお二人さん。ハロハロ、エコザイルだと思う。絶対であるだろ、エコザイルだろ、これ。で、あのさ、某バイク用品店の店員よ、用もないのにストーカー並みに後ろに張り付き、聞いてもいないのに手に取った商品を懇切丁寧に説明と、もういいからどっか行ってくれ状態だったから、ありがとね、こっちはいいから、あっちの人なんか困ってるみたいだよと言って、身代わりを作って逃げましたとさ、と。ハゲダルメシアンズのお二人はこんな店員いたらどうする？すいません、マルキオビルと申します。はい、普段から持ち歩いているバリカンで丸刈りにする。なるほどね、じゃあ後からやーと。ということでね、エコザイルさんからのメールでした。ありがとうございます。はい、ね、日に日になんかどんどんひどくなってきてるな。マルダイハムに関してはまだよ、ちょっと丸とかってるからまだな。ハゲダルメシアンズってなんだば、もう完璧に外してきたな。一応でも店員にめちゃくちゃこう聞かれてることもありますよ、やっぱ。わかる。でもな、あるんだ。私今ないって答えがないです。私はあまりないな、多分話しかけないでオーラ結構出してると。わかる、俺もめちゃくちゃ出すタイプなんで。あ、そうなんだ。めんどくさいんだ。めんどくさいな。俺もなんかさ、国際通りじゃなくて、小座十条だ。小座十条に、めっちゃインド人とかが出してるお店あるの、わかる？
小屋十字路のゲート通り、あっちにあのお店昔ねいっぱい並んでて、あっちのインド人が働いてる洋服のお店によく行ってたんですよ。はいはいはい、めっちゃ話しかけてきますね。うん、もう低価格3980円のやつとかあるじゃないですか。うんうんうん、お兄さんだったら2000円でいいよって嘘だろと思ってインド人だけね。 そんな安くできるんですかって言ったら、お兄さんだったらいいよって言って、もう絶対に違うじゃないですか。もうそれはでこれちょっと怪しいと思って、あと500円先でないかね、お兄さん買い物上手って言ってお兄さん買い物上手って言われて、500円は無理だな、これとこれ買ったら3000円でいいよ。なんかそういうのやる話もういいだろう。もう曲いきます、いけます、そうですね、はい、行っちゃおうかな、はい、もう3000円でいいよ、長いってもういいよ、ちょっと待ってください、流れるかな、もうやる話もう一回やって最初からやって。そうそう、俺さ小さい時にさ510条で、ゲート通りゲート通りに並んでる洋服屋さんに洋服買いに行ったわけで、はい、その洋服屋さんにちょっと待って、今いろいろ起きてるやつさ俺の右からはもう曲が流れてるし、左からさっき聞いた話、まあ、俺がさせてるんだけど、聞こえてくるし、俺今すごいパニック状態になってるんですよお前が作り出したのこの状況、線を刺してるんだけど、なんかこの線がね、合ってないですかね、はまってないのかな、これは、そういうことあるんですね。パソコンに、私のね、そうパソコンには入ってないですか。入ってなくて、私の携帯から流そうと思ったら、ね、なるほど、線だけに、そうそうそう、線がね、いかん線、さっきみたいにこれマイクで流そうかなそのマイクで流すことやめてください、ね、やめましょうね、あ、いや、じゃあもうどうしようかな、ね、もう無理っていうことに、もうちょっとめっちゃお願いされたん で流したいですよね、流したいんですけど、じゃあ、しょうちゃんちょっとじゃあいけます、歌歌覚えてます、あの365日の紙飛行機 AKB の AKB の覚えてないっていうか存じ上げますなあ知らんだろ、人生は紙飛行機なんですけど願いのせいどんどん行くよ俺の知ってる365日あれしかないんだけど、365日君はみたいないやいやいや、あ、やばいやばい、チャラい AKB ファンさんが呼んだって出てきてる、まあまあ、AKB の話、まだ呼んでないよ、呼んでないよ呼んでないよってタンマーさんがね小声で言ってますよ。この3秒でその歌詞全部書けたらすごかったな、うん、350日の紙飛行機のやつ、チャラいさんが、うん、あ、そう、それはやばい、それはもう尊敬に値しますね、あ、ファンだけあるわってなって流せたらいいですけど ね、 もう仕方ない、ちょっとなんか線の調子が悪くなったのかな、これだから岡田さん、岡部さんでした、うん、岡田さん、岡田さん、そうそうそう、岐阜県から、岐阜県の岡田さんからね、うん、そのリクエストいただいてたんですけど、うん、岡田さん申し訳ないです、ちょっとね AKB の365日の紙飛行機ちょっと流せそうにね、ないんですよ、流せそうにないです、すいませんね、本当に申し訳ない、本当に申し訳ない、気持ち、やばいやばい、あーやばい、てかてか、あーやばい、さん大丈夫、来ないでいいよ、来るな来るな、来ないでいいから、来るな、岡田来るな、おう、なんかなってる、あ、フォーチュンクッキー、フォーチュンクッキー、フォーチュンクッキー、これ真夏のサウンズグッドしかなかったんですよ、AKB だったらいいんだ、じゃあの真夏のサウンズグッドをねちょっと BGM にかけつつエンディングトークさせていただきたいなと思います、もういろいろ失礼しました元気あるな本当に踊りで今回はそう踊りで教えてくれて分からせるっていうのはい、じゃあすごいやん、本当に行動力がお母さんも知る、はい、まあまあまあいいんじゃないでしょうか、うん、はい、ありがとうございます、あー面白い、エコザイルさんがみいきますよ、さあ、はいはい、サウンズグッドかけながらもう真夏も、まあ、真夏というかもう、うん、まあ秋、まあ秋そうですねあのおじさまたちの真夏はもう今来てますから、今ね、なるいますね、うん、そう真夏の青春が今来てますからね、もう今からね浜辺で踊り出すと思いますよ、ね、
すいません、はいはいはい。ということで、もうあっという間にあと2、3分ほどで番組も終わってしまうんですけれども、はい。FM ギノワンが、はい、ですね、うん、今年も忘年会を開催いたします。お、はい、そして、12月3日に忘年会開催しようと思うんですけれども、はい、今年はもうリスナーさんからパーソナリティさんから、うん、スポンサーさんから、もう一度ゲストに出ていただいた方とか、うん、もう本当にいろんな方をお迎えして、うん、忘年会をもう盛大にやりたいと思ってますので、はい、皆さん行きたいっていう方いらっしゃいましたら、はい、FM ギノワンまでご連絡いただきたいなと、はい、はい、思います、はい、もう内地のねリスナーさんもちらほらと行くよっていうこのご連絡いただいてたりとかするので、うん、はい、はいはいはい、ぜひよろしくお願いします、はいはいはい、12月3日の午後6時30分頃からを予定しておりまして、はい、場所はね今見て、どうします、やります、うん、もうちょっとつけてもらいましょうか、うん、未定なんですけど、はいはいはい、まあ、また場所も決まり次第お知らせさせていただきたいなと思います。はい、岡田さんはい、岡田さんとキビ団子さんですね。キビ団子キビタンキビキビタンありがとうございます。 FM ギノワンの忘年会が12月3日にありますので、暇な方って言ったらあれですね、まあまあまあ、お時間をね作ってぜひ沖縄に、ね、遊びに行きたいなという方とか、また、はいはい、ギノワン市在住の方でありますとか、はい、いつも聞いてるよっていうこのご連絡とかいただいて参加していただきたいなと思います、うん、お二人もぜひお時間ありましたら、はいはいはい、もしお仕事とかなければ、はい、そうそうそう、はい、ぜひ行かせていただきます。はい、はい、さあということで今週もサザンブリーズ終わりでございます。よいしょ、はい、よいしょ。なんか次で、うん、僕らあれですか、なんかねよくわかんないんですけど、なんかもしかしたらそうかもしれない、もしかしたら次でも僕らが終わるっていうね、うんうん、そうそうそうあれなんですけれども、そう、はい、うん、じゃあ来週、ね、もう来週ね、とりあえず来週は必ず聞いていただきたいなと、はい、魂込めたラジオをしますので、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう、はい、さようなら、バーイバーイ、サウンズグッド、はい終わった、終わりました。あ、ぜひぜひいらしてください。マヌタヤガヤ初見ですね。沖縄の人ですかこの人は。わかんない。あ、あ、チバ、あ、チバリオって書いてるから多分沖縄でしょうね。チャラ AKB ファンさんお疲れ様でした。横澤さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ナイさんはこう沖縄の人じゃないんですか。違う、神戸に、神戸、うーん、さっき神戸のなんか7階みたいに言ってましたもんね。うーん、そうなんだ。機材の調子が悪いときは大半まで優れば治るよ。なるか壊れるわ逆効果、逆効果昔はね、やっぱテレビとか叩きましたね。まあ叩きましたね。うん、それで本当にジラジラって言ったらちょっと映るっていう、うん、セブンチーム、セブンさんありがとうございます、うん、エコザイルさんありがとうございました、うん、チャライさんありがとうございました、銀太郎さんありがとうございます、サンキュー。はい、ヒーロちゃんさんもね、じゃあぜひこの忘年会にね、うん、はい、いらしてくださいということで。あ、本当ですか。ああ、うちまじで生きるんだったら感じなんですか。僕も、うん、そうですかね。うん、なるほど。ということでありがとうございました。ありがとうございました。また来週、またねー、あざした。